当に、まあ、もちろんねサガン鳥栖の絶対的なエースストライカーだったんですが、このフロム鳥栖でね鳥栖に特別指定プレイヤーとして鳥栖に加入しました。 J1 通算52試合で14得点、たくさん駅前不動産スタジアムのピッチでこれからサポーターに声を届けます。サガン鳥栖林大地のスピーチです。こんばんは。しっかりやりたいと思います。今日はありがとうございました。世界でも吠えてください。フォワード大地林。高校時代順風満帆ではなかった林大地のサッカー人生に光が差し込んでいます。見る者を熱くさせるビースト林、鳥栖のビーストから世界のビーストへ、サガン鳥栖のサポーターはいつまでも林大地を応援します。心からエールを送ります。本当にありがとう。森崎さん、はい、まあ、スピーチを聞いて改めて林にメッセージをいただけますか。まあ、やはりこう彼は鳥栖に対してそれからまあチームメイトに対してまあ感謝の言葉をね述べてましたけど、まあ、こうまあ U24 の活動の中でまあオリンピック代表としてね、彼は素晴らしいパフォーマンスした中でまあベルギーからまあオファーをもらったと思いますから、まあ、ここからねさらにまあ彼にはねまあたくさんのねゴールを奪ってまあ、もう一つ上の、ね、A 代表というところを、ね、目標に、まあ、頑張ってもらいたいなというふうに思います。そうですね、はい、アンダー24日本代表として出場した東京オリンピックは選手立ち上がりの、まあ、失点が、まあ、1点が、ね、重くねのしかやりまいらさんさかいなかライクサブスクライブプッシュノティフィケーションライクサブスクライブプッシュノティフィケーション